もともとですね、震災の年です。で、2011年の6月に、宮城を元気にしようということで、白菜を使って題材にしてですね、宮城を元気にしましょうということで始まりました。どうしてもその震災で生産者の方も元気がなくなってるとかっていうのがありまして、で、昔その大正から昭和にかけて、仙台白菜ということで有名になった仙台白菜を通して、当時の苦労だったり収穫の喜びだったりっていうのを共に味わいましょうということで始まってまして、で、同時にその食を通して勉強していったり販売もしていきましょうという、こんな感じで始まりました。この種まき、今日定食、あと除草、収穫までのやっぱり一連の作業を体験をすると、じっくりとその、東北の復興をですね、我々で一緒にですね考えていけたらなというふうに思っております。大変多くの皆さん方の善意によってこうしたことが行われることは大変素晴らしいというふうに思っております。この白菜で作る仙台キプチが両国の国民を結ぶ心のインプラントなるよう皆さんと共に会えていきたいと思います。奥の方に入ってください。奥の方に。同じ作物を通していろんな分野の方とか地域の方とか小学生、中学生、高校生とか一緒になって同じものをやるっていうのはやっぱりそういう意味で意義があるのかなということ で人数もですね毎回増えてきてますし、やっぱり宮城のこう食べ物とかね、興味を持ってもらえる人が増えてきたのかなと思ってます。土に触れる機会とかっていうのが減ってるし、やっぱりそのなんでしょうね、直接土と触れて苗を植えたりとかっていうのはなかなかこう経験できるのも少なくなってるので、そういう意味ではこう本来のこう子供の姿とかが出てきてるのかなと思ってます。